ほら、はい、どうもおはようございます、こんにちは、こんジャパンは日本代表ジャパンです、お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね3月21日木曜日に追加されましたエピックの選手の能力値紹介していきたいと思います。3月21日に追加されたエピックの選手たちはご覧の通りということで、23選手がですね追加されたという形になります。まあ、フィーゴから中田英寿選手までいるという形になりますので、まあこれ結構多いので、まあ第1弾第2弾の動画に分けて見ていきたいと思いますので、早速、詳細な能力値の方を見ていきましょう。どうぞ。ということで、まずはフィーゴの能力値の方から見ていきたいと思います。今回はマドリーのフィーゴが登場という形になりました。本適性は右のウィング、そしてまあ今回レベル分かりませんので31と予想して能力値上げてみました。まずはスキル見ていきたいと思いますけども、ダブルタッチ、ワンシュー、コンカ、ワンパーであったりピンポイントクロス、スルーパスも持っているということで、まあかなりスキル面に関しては豊富に持っているなという印象ですし、まあ逆足の頻度精度はね高いという形になっております。まあ能力値というところで見ていくと、やはりドリブルの能力しっかり上げていただければと思います。まあそうするとドリブルボールキープ97という形ですし、パスの能力上げていないんですが79、84で、まあピンポイントクロスも持っておりますので、フライパスの能力値かなり高く設定されているなという印象ですね。まあさらにエストレもウィングというところで見ていくと、オフェンセンス決定力もある程度高く設定されているかなと思いますけども、まあこのウィングで使うとなると、スピード瞬発もう少し欲しかったなというところですかね。まあ特にスピード、まあキック力89、スタミナ88ということですので、まあ後半もしっかりやっていけるんじゃないかなと思っておりますので、まあこのフィンゴに関してはまあガチスカ隊で使えるかどうかというところは置いて、レベル次第ではかなり化けそうだなという印象ですね。続きまして、ネドベドの能力値見ていきましょう。やはりネドベドはかなり強いですね。まずはスキル面で見たときに、シュート系かなり多いという形になっております。ドロップ、コンカ、ミドル、そしてピンポイントクロス、ライジングシュート、スルーパスを持っているという形ですので、まあ、ワンタッチパスはね、追加していただく必要あるのかなと思っておりますけども、最大レベル31で見ていくと、ドリブルの能力しっかり強化という形になっているんじゃないかなと思います。ボルコンドリブル90台ですし、まあ、オフェンセンス決定力も高いですね。パスの能力は8つ上げているんですが、88、82。で、さらにスピード、瞬発、キック力、スタミナ、まあ、特にキック力に関してはやはり高く設定されておりますし、今回のネドベドはボディコンがかなり高いなという印象ですので、かなり使用感は良くなってきそうな予感がしております。続きまして、アーセナルセンターバックトニー・アダムズ見ていきましょう。トニー・アダムズに関してはまずスキル面で見ていくと、アクロバティッククリア、ヘッダー、インターセプト、マンマーク、スライディングタック、エアロバトル、ブロッカーということで、まあ本当に有能なスキル持っているなというところですし、まあディフェンス系の能力に関しては、まあカンスト、ボールダッシュとアグレッシブさほぼほぼカンストという形になります。ヘディングであったりフィジカルコンタクトも90台という形ですが、まあ瞬発力が若干低いなという印象ですね。まあ裏抜けされると若干こうどうなのかという印象もありますけども、まあ使用感のところかなり気になりますね。そして続きまして、ラツィオのネスタということになります。ネスタに関してはスキル面で見ていくと、アクロバティッククリア、ヘッダー、インターセプト、マンマーク、スライディングダック、エアバトル、ブロッカーということで、やはり有能なスキル多いなというところですし、ディフェンス系の能力値に関してはボールダッシュが完走という形になりました。まあ、トニアダムズと比較するとディフェンスセンスが高く設定されておりまして、アグレッシブスが低くネスタは設定されているなというところプラス、まあ、やはりネスタに関してはスピード瞬発かなり高いですね。ジャンプであったりフィジカルコンタクトの能力値もしっかり高く設定されておりますので、まあこのネスタ、まあメッシを止めるぐらいの選手ですからね。調子が悪い中でメッシを止めていましたから、まあ、このネスタに関してもラツィオ版も強そうだなという印象ですね。続きまして、バルセロナの方からクライファートということで、クライファートに関してはまずスキル面で見ていくと、ワンシューであったりヘッダー、ミドル、ワンパー、ワンパー持ってるのはありがたいですね。リンクフォワードということで、まあ得点能力は92、92ということで高く設定されておりますし、リンクフォワードスピード瞬発もある程度高く設定されております。空中戦の能力値もある程度高いという形になりますので、まあクロス等も掘り込んでいけるんじゃないかなと思いますし、逆足の精度が最高というところもありがたい部分かなという印象ですね。続きまして、シャビアロンソの能力値見ていきましょう。今回はマドリーさんのシャビアロンソという形になりました。まあ、レバークーゼンめちゃくちゃ強いですね。まずはスキル面で見ていくと、インターセプト、ワンパー、そしてライジング、スルーパスを持っているという形になります。プレスタイル、プレメーカーという形ですので、まあ、もう少し守備的なスキル欲しいなという印象ですけども、能力値見ていくと、まずはパスの能力値ですね。グラウンダーパス95、フライパス99という形ですし、まあ、プレメーカーの選手の中ではディフェンス能力めちゃくちゃ高いんじゃないかなと思っております。まあ、12も上げる必要はないのかなと思いましたが、まあ、ここまで上げるとディフェンス選手守備しか90台という形ですし、キック力93というところもやはり一つ、長所かなと思っておりますんで、まあ、個人的には前目、まあ、DMF で置いてもいいのかなと思っておりますけども、まあ、CMF とかでね借り取ってもいいんじゃないかなと個人的にはそういう印象です。まあ、能力値に関してもかなり高く設定されておりますので、個人的にはシャビアロンソを獲得してみてもいいんじゃないかなという印象ですね。
続きましてマドリーのスナイデル見ていきましょう。今回のスナイデルは2列目からの飛び出しという形になりますけども、能力値の方はご覧の通りという結果になりました。まあやはりドリブルの能力であったりパスの能力高いなというところ、プラス2列目の選手の中で決定力も80にしっかりあるという形になります。そしてキック力98ということで、まあスキル面で見ても無回転であったり、まあシュート系のスキルは無回転しかないですね、まあというところですけども、まあワンパであったりピンポイントクロス、スルーパスも持っているという形になります。せっかくキック力98ありますので、シュート系のスキルを追加して、ね、使ってみてもいいんじゃないかなという印象です。そして続きましてもアーセナルデイビッド・シーマン見ていきましょう。ゴールキーパーですね、まあ、コーナーのパットキック、 PK ストッパーの2つを持っている守備的ゴールキーパーという形になりますけども、 GK 能力というところで見た時にはコラプシングディフレクティングが80台という形になりますので、ここは若干ネックな点なのかなという印象です。ただ身長193センチありますし、まあ、ゴールキーパーは使用感のところがね本当に命かなと思っておりますので、一度、使ってみたいゴールキーパーですね。続きましてインテルジュリオセーサル見ていきましょう。ジュリオセーサルに関しては GK 能力というところで GKSS コラプシングが90台ということですが、キャッチングクリアリングディフレクティングが80台で、スキル GK ロングスロー PK ストッパー低弾道パントキック、まあ、身長が187センチの攻撃的 GK という形になりますので、まあどうですかね、個人的にはガチスカ隊で使うのは難しいのかなと思っておりますけども、まあこちらに関してもやはり使用感、というところはかなり気になりますね。そして続きましてもバルセロナハビエル・サビオラ見ていきましょう。サビオラに関してはまずスキル面でダブルタッチ持っているというところ、プラスワンシューヘッダー根下という形になります。ラインブレーカーで得点能力がかなり高いという印象ですし、まあ、ドリブルの能力、ボールコントロールドリブル90台ということですので、まあ、ウイングとかで使っても面白いんじゃないかなというところ、プラス瞬発力がカンストという形になっております。スピード瞬発力かなり速いですね。ボディコンも96ありますので、やはりエストレイモでの起用というところも一つ長所なのかなと思ったりもしております。続きましてインテルセンターフォワードボックストライカーアドリアノを見ていきましょう。アドリアノに関してはやはりシュート系のスキルが多いなというところ、プラスキック力94なんですよね。まあダブルタッチ追加して使ってたウィーレ時代がかなり懐かしいなと思っておりますけども、今作はどれぐらいの強さになりますかというところで、まあ得点能力めちゃくちゃ高いというわけではないですし、まあスピード瞬発もめちゃくちゃ速いというわけではない、まあフィジカルコンタクトは90台という形になります。まあボックスではかなり使用感いいんじゃないかなというような選手ですかね。そして続きましてアーセナルトマーシュロシツキー見ていきましょう。ロシツキーに関してはまあドリブルの能力であったりパスの能力値かなり高いですし、スピード瞬発スタミナ、まあ、ここら辺ある程度高く設定されているなというところですが、逆足の頻度制御度がかなり低いんですよね。これがかなりネックな点なのかなと思っております。スキルはミドルであったりワンパス、スルーパスを持っているという形ですね。はい、ということで本日はですね、3月21日に追加されましたエピックの選手たちの能力値、詳細な能力値見ていきましたけども、いかがでしたでしょうか。次回のナンバー2、まあ第2弾でですね、現役のビッグタイム、ここら辺の能力値もしっかり紹介していきたいと思いますので、ぜひ、第2弾の方もご覧いただければと思います。まあ第1弾の方ではですね、個人的に一番気になっているのが、まあハビエル・サビオラ、まあ、サビオラのこのウイングで、まあ本適性ね、変えて、使ってみたいなという印象にもなりましたし、第2弾ではアレクサンダー・アーノルド、そしてローマの選手たち紹介をしていこうかなと思っておりますので、まあぜひね、こちらもご覧いただければと思います。そして最後に、J リーグの方もですね、しっかり紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録して待っていただければと思います。はい、ということで本日はこれで終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。